はい、まずお聞きたいんですが、今日第1回目の、まあ、検討部会なんですけども、まあ、1回目を終えられてですね、まあ、今日得られた、この1回目から得られた収穫だったりとか、あとまあ課題、そういったものがあったら教えていただけますか。まあ、課題はたくさんあるなというようなことはもちろん感じています。ただやはりこうやってデータがやっぱり広く利用されることがやはり結局県民とかまあ、みんなのためになる、公益になるんだというようなことはまあ、大事なことで、そこはみんなで共有できたのではないかなというふうにはまあ考えています。今後どのようにですね、この議論を進めてですね、最終的にこのまあルールだったりとかっていうのを集めていきたいと思います。そうですね、やはり厳格なきちっとしたルールで、あまり要するに研究のための研究に使われないようにすると、本当に役に立つ研究にすると、それからやはりその研究内容が科学的にも十分妥当であるというようなこともやはり担保していくことも大事なんじゃないかなというふうには考えています。今までの検討委員会の質疑応答でも問題になったんですけども、県立医大の先生がですね、要するに甲状腺検査のデータなどを、例えば甲状腺検査のデータなどは検討委員会で発表がされて、初めて県民に知らされるわけですけれども、その前に学会で発表したり学術論文出たりすると、つまり第三者とか学術研究用にデータを提供する際にですね、タイミングの問題で、それはまあこれから今後将来のこの会で検討対象なんだったらいいんですけども、県立医大の先生が果たして第三者になるのかどうか、つまりその辺も少し今日は議論に出ましたけれども、そこで結構問題がある。例えば県立医大の先生が、例えば鈴木伸一先生という個人の名前で学術論文を書いたり発表するときに、それはやはり第三者への、つまり当事者ではなくて第三者になるのではないかという気もするんですが、その辺あたりの議論はどうなんでしょう。まあ、そこに関しては今日の中では、要するに県が県民の健康調査のために委託した要するに内容の、それが県民の健康に関わることであるということの学術的な発表であるということの位置づけなので、今我々が提供している第三、今回のこのデータの提供部門が検討している、まあルールを決めているような、それとはまたちょっと別なんじゃないかなと思いますね。それからその先に学会発表するとか、そこら辺のそうですね、それは私も検討会委員のメンバーの一人として、まあ他にも検討会委員の他のメンバーの方もその都度、言われていることだとは思いますけれども、そうですね、そこら辺はもうちょっと何を第一にするかってことですよね。ただやはり本当に学術研究が、それが本当に科学的に妥当であるかどうかっていうのは、本来は他の科学者での要するに、まあ、ピュアレビューですけれども、まあ、そこら辺でのやはり検討っていうのは経てからじゃないと、あまり要するにまあ、成熟してないような発表が表に出てくるってことはかえって混乱を招くだけなので、そこは慎重にすべきであって、まあ、本当にだから学会発表がその一番最初に優先して選考されるってことに関しては、私はもちろんかねがねどうかなと、いかがなものかなというふうには思ってます。その会、はい、この今後会でそういうタイミングの問題のテーマなんですか。この会ですか。この会ですか。ですから、その発表に関するルールっていうことが多分審議、要するに審査というか、そのルールの中に盛り込まれなければいけないんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい。データ提供の目的の中で県民の利益につながるってあって、はい、今日も議論の中でさ、そもそも県民の利益は何かっていう、そのすごく短期的な直接的な利益なのか、それとももっと広く、まあ、国民全体に資することによって県民もその、一員であるかとか、人類全体とか、だからそもそも学問って一県民のために行うような問題ないと思うので、すごく狭い意味での県民の利益を目的にするのかいかがなかなと思ったのが1点目の質問で、もう一つは提供するデータの種類なんですけれども、これですと例えば基本調査ですと、もう実行線量だけになっていて、どういうルートで避難した人が、とかその避難ルートとかですね、あるいは甲状腺ももう結果だけしか発表になってないので、
これで本当にきちんとなんかこう学術的な研究この提供を受けた人がですね できるんだろうかっていう気がしたんですけども、その2点について先生今後、まあ、その辺もちょっと議論していくのかどうか。2番目に関してはあれじゃないですか、はい、もうちょっと要するに実際問題として、データが格納されているんじゃないですか、もう少し詳細なデータがそこも含めて場合によっては要するに、提供の対象になるんだろうというふうに考えてますけど、今日の案ではそういうのは入ってないですよね。そこの具体的なところまでは今回まだ決めてないと思いますけれども、ただそこら辺の持っている要するに健康調査のデータを、提供するという、そのどこまで提供するかに関してはまあこれからの多分議論だと思いますね。それからもちろん学術研究による要するに結果というのはすぐに帰る話ではなくて、やはり場合によっては次の世代に行くというようなこともあるんですけれども、それがやはりまあ狭い意味での要するに県民の健康管理っていうことももちろん大事なんですけれども、やはり人類とかそういうものによって資するような確かな科学的なデータがまあ、きちっとした形で公表されれば、それは国民に返り県民に返っていくんだというようなことで、そういう広い意味でも当然使われなければいけないんじゃないかなというふうに、まあ、思いますね。だからそのためにやはりきちっと科学的な分析がされるということが大事で、まあ、私もデータ解析やなんかを専門とする身とすればね、安易なデータ解析の結果が出て国民とか皆さん、国民の方をね混乱させるようなことはあってはいけないために、そのためのやはりきちっとしたルールを作らなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えています。はい、すみません、ちょっと細かいことを確認なんですけど、フリーに申しますけれども、先ほど の質問の中でのご回答の中で、今の鈴木先生がやられているものを含めて県立以外 その学術研究の発表がちょっと県からの委託の範疇に入るというようなご回答だったのかなと思ったのですけれども、なので、まあ、今回対象になっていないと。でただ一方でその検討委員会の前にやられているああいった論文発表が県からの委託事業だったという話はちょっと僕自身不勉強で聞いたことがなかったもので、その辺どういう整理になっているのか、あるいは県からそういう説明がきちんとあったのかどうかというのをちょっと確認できればと思うのなんですが、それはやはり県の委託じゃないですか。あくまでもここに書いてある県の委託の一環として福島県立医大がやっている研究に関してはその一環であると私は理解してますけれども、はい、そういうふうに整理してますけれども、で今回は、まあ、そうではないことだということです。で福島県立医大の、同じ例えば所属の人でもそうじゃない目的のための要するに、提案的なものに関しては同じように審査される可能性があるんじゃないかなというふうには考えてますけど。すいません、フリーランスの相原ですけれども、今回のメンバーの中で医療倫理ですとか研究倫理 の, それ専門の外部委員というかそういった方がこの中で含まれておるんでしょうか。倫理の IRB の委員であったりだとか、どうですかね、含まれてないんですよね。今回に関してはデータ提供のルールというものを、まあ、どちらかというと技術的なものを議論する場であるというふうに理解してますので、今回のメンバーの中にはいないってことだと思います。技術的なものと途中で医療倫理ですね、どこまでを誰を第三者誰を対象にするか、でもそのまま医療倫理の範囲だと思うんですけれども、入っていないっていうのは技術的なものとその倫理の範囲ってどのようにお考えなんですかね。そうですね、まあ、確かにそういうようなことも検討する、そういう専門家にも入っていただくこともちょっと、検討する必要はあるかもしれませんね。まあ、いろんな、まあ、今回の議論の中でもやっぱりそういう倫理的な問題とかですね、まあ、ものもいろいろ出てきますので、やっぱりそこら辺も重要な議論のマターかなというふうには、まあ、今日議論してて感じましたけど。LCM プレスの小城といいます。2点質問がありまして、1点目はこの検討会のメンバーをどこが決められたとか、県庁なのか県立医大なのか検討委員会なのかということが1点と、2点目は県立医大の調査などに関しては
県民の方々はオプトアウトの機会はないわけですけれども、第三者提供に関しては今後出てくるかもしれないということで、第三者提供へのデータの形と県立医科大は現在全てのデータにアクセスできるわけで、全くそのアクセスできるデータの数や形が全く変わってしまうという可能性は議論の結果によってあり得るということなんでしょうか。そうですね、県立医科大持っているのは当然業務というか県が集めた情報を、全て要するに解析するということが委託されてやっているので、そういうことですけれども、今回の第三者提供に関してオフトアウトというものがあって、それが非常に多くなれば違うデータになるということはあり得るだと思いますね。そうするとそもそもそういう研究をやる意味があるかどうかということも考え直さなきゃいけないかもしれませんね。この研究に関してはオフトアウトの機会は今後出てくるってことはないんですね。要するに業務で収集したものですから、その目的のため の解析なので、おそらくそれはないんだと思いますけど。小田先生のその同意書は調査まで含んでいないのではないかという今日のご指摘は、研究目的じゃない、研究目的やっぱり業務で収集されたものですから、またちょっと研究目的というのとは話が違うんじゃないかと思いますけど、研究目的というのは同意とかそういうものとは話が違うんだと思いますけども、それからメンバーに関しては要するにこの県の県がですよね、県の主導の下で今回の場合は要するに検討委員会の中で、中間取りまとめの中で、こういう第三者提供に活用して広く活用されることが望ましいということが出た、それに対応して、県が、そのための要するに提供することがはもうそこで決まっていて、そのどうやって提供するかというそういう技術的なルール作りということが部会に果たされた役割で、それに沿った形で人選がなされたというふうに理解しています。メンバーの選定は県庁ということですか。県ですね、はい。今回 の, そのデータの二次検査についてなんですけれども、二次検査というのは1回目は県民健康調査の枠組みで、2回目に受診したとき以降はその保険診療になっているということで、今までその検討委員会の中では戦時細胞診結果とか、あるいは最終の確定診断なんかは便宜的に公表されるようになってきたというような、ここ 2,3 年の流れがあったかと思うんです。で、実はその二次検査以降のデータというのが非常に実は解析が大切な部分なのかなと思うんですけれども、このその検討部会の中で扱うデータではないとお考えか、それに関しては当然この部会でのマターではないですね。要するにデータベースとして県が持っているデータの利用に関する検討の部会なので、どんなデータとかそこら辺に関しては県の検討 検討委員会ですねそちらの話だと思います、はい。とすると今腫瘍の大きさのようなものも今日のデータのリストの中にあったんですけど、腫瘍、の大きさというとエコーの段階での二次検査のものとかっていうようなレベルにとどまる可能性があるということになりますかね。そこまではちょっとまだ私は、分かりませんけれども、はい。あまり要するに細かい数字が出てきちゃうと個人が特定されるリスクとかそういうのもあるかと思いますけれども、はい。じゃあ、土屋。はい。そもそものところで大変恐縮なんですが、この検討部会を開くことで県民にとってどういうメリットがあるのかっていうのを。やはり例えば県立医大だけで、やっていることよりももうちょっと要するにいろんなアイデアとか、やはりちゃんと、例えば県立医大で出てるデータが正しいのかどうかの検証というのが第三者でもできますし、より要するに客観性が増してくるし、いろんな解析、いろんなアイデアでいろんな解析ができることは結局最終的には大きな県民に対するこの調査の、なんていうか目的により加速するんじゃないかなというふうに私は考えてますけども、はい。データの提供に関していろいろな基準をこれから決めていくと思うんですが、データ提供を狭めてしまうんじゃないかなと少し思ってしまうんですが、その点はいかがですか。
まあ、それは個人情報とかの、そことの要するにバランスの問題になるかと思います。はい、よろしいでしょうか。すみません。あ、じゃあこちら。産経新聞の松本と申します。あの中身の話じゃないんですけど、この検討部会そのものは冒頭の話で 4,5 回開催してというような見通しをおっしゃったところ、時期的にいつ頃までに何かその結論、最終的な結論を見えたところまで到達するのはどのぐらいのそのスケジュールをお考えでしょうか。1年ぐらいですか。逆に何かゴールを設定されているものなんですか。岡山はちょっとの予定より過ぎが遅かったので、はい、まあ、ちょっとやっぱり、そうですね、あの議論することがちょっと多くてですね、はい、課題がどんどん出てくれば、はい、いくらでも延長は実はない、まあ、そうですね、やっぱり慎重にやっていきたいというふうには考えてますが、もちろん早く早一刻も早くあの出たり目処をしたって聞いたまでです。そうですね、まあ4、5回というところがあの目処ではありますけれども、実際問題とはどうなるかは分かりません。結局その同意を取るということを考えると、結局データ提供というのがあの難しいというふうにあの議論が進んでいくようにも聞こえたんですけれども、同意というのは第三者提供に対する同意ってことですか。要するに今回要するに 県の調査として集めた情報を、まあ、広く活用してもらうために第三者に提供すると、それの同意という意味、それはないんですよね。ないんだけれども必ずしもあの、まあ、個人情報保護の法律とかあの今回県の条例においてもあのその第三提供の同意がなくても、やはり学術研究目的とか、まあ、あるいは公衆衛生目的とかそういうものにおいては提供できるという、それは、まあ、あの条例とかあの条例ですね、条例に基づいて提供するということです。そこは難しいことではない。まあ、そうですね、あの要するに法でも条例でも、できるというふうに規定されていることだと思います。県民の理解も得られる。まあそうですね、あのさらに県民の理解を得るためにやはりいろんな形であのそういうことによってどれだけメリットがあるかというようなこともきちっとお伝えしていく必要があるんじゃないかなというふうに考えてますけど。そうなんですよ、あのさっきね弁護士の菅野さんからちょっと心配だというのはね、今取っている包括的同意で、あの検査の前のこれで全てやるのはちょっと無理があるんじゃないかなとおっしゃったか、そこの修正みたいなものは今度検討包括的同意って、その調査もともとの調査に対するものですか、はいはい、だからそれはただ研究目的で集めていることではなくて、やはりその県民健康管理のための業務の一環として集めているので、そのもの自体はあの要するに、個人情報取得の要するに目的の範囲内で活用される限りにおいては、そういうあの同意があるかどうかということはあの重要な問題ではないんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。